IT ストラテジスト試験合格講座担当いたします、レクセン人講師、資格ソムリエ林と申します。今回はですね、ガイダンスということで、講座の内容、また資格のポイントなどについてお話をしてまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。まずですね、私、担当の講師の林でございますけれども、略歴といたしまして、こんなところでですね、もともとエンジニアといたしまして、IT 関連企業で、多くの会社のですね、業務改善など、また社内の研修の講師などを行いまして、そこから現在はですね、IT に関わるお仕事も引き続き、また資格の取り方なんていうところについても、各種メディアで発信をさせていただいております。で、本なんかもね、出ておりますので、もしよろしければというところなんですけれども、私のポイントといたしまして、資格がですね、結構多いです。どれぐらい多いかと言いますと、バンというところで、400、現時点で、400超えて420ぐらいですかね。もう自分でもわからなくなり始めてますけれども、もちろん、情報処理技術者試験についてはですね、ほぼ全部の基準、区分にですね、合格をしておりますし、また、中小企業診断士とか社会保険労務士とかですね、それ以外にも、比較的難関とされるものから、幅広く資格を持っておりますので、そういった、様々な資格をですね、受けた中でのノウハウなんていうところがですね、今回、この講座に凝縮されているというところになっております。そしてまた、各種情報発信もさせていただいておりまして、雑誌ですとか、こういった本なんかで、学びといったところでお話をさせていただいたり、最近ですと、資格が教えてくれたことというところで、新しいですね、著書なんかも出ておりますので、そういったところと合わせて、見ていただけると一層ですね、学びが多くなるかなと思うんですけれども、私のことはさておきですね、今回はですね、IT ストラテジスト試験の概要ということで、この IT ストラテジスト試験がどんなものなのかというところからまずお話をしていきます。で、この IT ストラテジスト試験という試験区分なんですが、こちらの絵にありますように、情報処理技術者試験という中にはかなりたくさんのですね、区分があります。で、その中の一つということになるんですが、中でもですね、基本応用というところをやった後の、この縦割りになるですね、いろんなスペシャリストとか、そういったものが並ぶ高度情報処理技術者試験と呼ばれるものです。これはですね、もちろん IT パスポート、これ一番入門編ということになるんですが、IT パスポートから情報セキュリティマネジメントで、ベンダー側というですね、技術者寄りの試験区分としては基本情報、応用情報、この辺をやった後にですね、様々なこの高度情報処理技術者試験と呼ばれるものにチャレンジするという方が多いんですけれども、その中の一つですね、高度情報処理技術者試験と呼ばれるものです。この辺になりますとですね、論述式という、論文、いわゆる論文ですね、これを書くような試験もあるので、かなり難しいというふうに、一般的にはされていまして、中でも IT ストラテジストについては、システム監査技術者か IT ストラテジストかというぐらいでですね、最難関とされる一角です。ただ、IT ストラテジスト試験については、実はですね、IT に関わっていない、こういったマネジメントとか、基本応用といった、技術者の知識、こういったところを身につけたり、また他の高度の区分、こういったものを全て終えてから受けるという方も多いんですけれども、この IT ストラテジストに関しては、最難関と一角とされながらも、実は、非 IT の方、IT 系の資格、仕事についていない方とか、あとは文系の方にも非常にですね、受けやすい試験ということになっております。社会人、文系に実はむしろ有利なのではないかというぐらいでして、基本情報、応用情報、こういった技術者と呼ばれるようなお仕事についていて、 IT のご経験がある方がかえってですね、もしかしたら、受けにくさ、こうね、視点をちょっと切り替えなきゃいけないような部分もあるかもしれない。で、社会人だったり文系の方にむしろ有利な区分というのが、実はこの IT ストラテジストになっているということなんですね。と言ってもですね、どんな試験結果なのかと、どんな試験の、
中身なのかというと、まあ、最初の合格率は 15% 程度、まあ、他のですね、高度情報処理技術者試験とあまり変わりませんね。まあ、最終合格率というのは 15% ぐらい。そして、合格者の平均年齢というのがもう40歳を超えてくるというのが、IT ストラテジストとシステム監査技術者の、まあ、この2つというところになってきます。やはりですね、他の区分を一通り受けた方が最後にたどり着く島みたいなですね、そんな試験という色彩もある試験ですね。はい。で、ただ、私ですね、まあ、ほとんどいろんな区分を取っていますけれども、この要点を掴んじゃえば、他のなんとかスペシャリストみたいなですね、データベース、ネットワーク、まあ、あとセキュリティもね、ありますけれども、そういうスペシャリスト系の試験区分ですと、この専門知識というのがですね、すごく問われてきます。ですので、そこの専門の領域、まあ、スペシャリストっていうぐらいですからね、そこの専門の領域の人ですよっていうことで、そこがかなり深く分かっていないと、まあ、当然合格できないということになるんですが、IT ストラテジストについては、そういう専門家を束ねる人よりもさらにこう経営者にもっと近いような、全体のこう構想を立案するとかですね、そういった、まあ、人物像、そうなるとこの専門知識というのはあまりですね必要ない、まあ、ないよりはあった方がいいのはもちろんなんですけれども、自分で手を動かして何か作りますっていうのではないんです。 IT ストラテジストは自分で何か作る人たちを束ねてる人たちをさらにっていうところで、すごくですね、超上流なんて言われるですね、そういった立場ですので、技術者としての経験がない、専門知識がないというのはあまり関係がない。むしろそういった技術者としての経験があるとですね、自分の経験、むしろ細かいところ書きたくなっちゃうんですね。ただ細かい話では IT ストラテジストないんです。すごい大きなですね話ですので、この専門知識、専門的な経験、こういったことがない方の方がむしろチャレンジしやすいかもしれないです。で、社会人経験ある方、別に長い経験なくても十分、目指せるという試験になっています。また他の試験との関係といたしましては、一つはですね、中小企業診断士、これと重なる部分がとっても多いです。はい。中小企業診断士は、まあ、その名の通り、まあ、企業に関するですね、幅広い知識を身につけるわけなんですけれども、企業の経営と IT、 これを結びつけるのが IT ストラテジストということになります。まあ、IT のこともちょっとは知らないといけないんですけれども、むしろ大事なのは会社の中で IT をどう生かすかというところになってきますので、診断士と重なる部分は結構多いんですね。ですので、まあ、診断士のを取った方が IT ストラテジストを目指されるおとりになるということも最近結構見かけますし、逆にこの IT ストラテジストを取ると診断士の試験にも非常に役に立ちます。中小企業診断士の試験の場合には、一部の科目が免除される、一次試験のですね、科目の免除という仕組みがあります。応用情報技術者以上の情報処理技術者試験に合格しますと、中小企業診断士の一次試験で情報のですね、情報システムの科目が免除されます。それぐらいですね、中小企業診断士の領域の一部、その情報システムに関しては重なるというところです。また情報処理技術者試験の数ある区分の中で一番 IT ストラテジスト、これが診断士と重なる部分が非常に多いですので、将来的にこの辺チャレンジしてみたいなという方にもかなりお勧めできる内容です。もちろん逆に診断士もおとりの方であれば、 IT に関する専門的な知見技術がなくても、そのままですね、ちょっとコツさえ押さえてしまえば IT ストラテジストを取ること十分に可能です。また販売士ですとか簿記なんかの IT と関係のないこう、ね、資格をすでにおとりの方、またこういったところを先々取りたいなというふうに考えている方にとっても、 IT ストラテジストの中身というのは非常に役に立ちます。販売士の場合はですね、主に小売とかのですね、
店舗とかそういったところでこう役に立つような、様々な知識やるわけですし、簿記の場合はまあ数字といったところなんですけれども、いずれもやはり企業の経営といったところを考えたときに必要になる領域の知識です。で、これらを持っている方であれば IT ストラテジストですね、勉強するときに結構有利になりますし、逆に IT ストラテジストを取った後にこの辺で特定の分野ですね、自分の得意な分野というのをアピールしていくということも、まあ、十分に、ね、できる、まあ、相互にこう関連性があってシナジーのある資格かなというふうに思います。また幅広い経験とか知識、これが非常に役に立ちます。はい、むしろIT に関する経験があまりない、知識があまりないというふうなことを懸念する方も多いと思うんですが、むしろですね、IT と関わっていない方がとても役に立つんですね。講座の中で解説をしておりますけれども、さまざまな問題でこんなところに IT を生かすという話が出てきます。例えばですね、自転車のシェアリングサービスってありますね。そこら辺にこうね、自転車が並んでいてっていうの、あそこどう IT 使うんだっていう感じで、ね、あると思うんですけれども、ああいう場所でどんな問題が起きるかというのは、世の中道を歩いていればですね、見かけたことありますよね。そこで何が起きるかなというのは、普通に外歩いていればですね、こう考えることができるわけです。こういったところで、非常に幅広い経験、知識が役に立つ。別に IT に関する専門的なですね、知識、経験なくても全く問題ないです。こういったところで利用者の人がどういうふうに困っちゃうかな、会社側はどうすればいいかな、こういったところを考えるようなね、ところがあります。そして IT ストラテジスト試験そのものについての魅力ですね。ちょっと私の視点から、資格ソムリエ林の視点からですね、ちょっとお話をしてみたいと思うんですが、IT ストラテジストの魅力としては、やはり冒頭の試験のご説明のところでも申し上げましたが、非技術者向けの IT 資格、これの最高峰にあたるところかなと思います。もう一つですね、システム監査技術者というのもありますけれども、それはやはりIT があるところをチェックしに行く人ですので、それ相応のですね、知識というのがもうあることが前提ですね。どちらかというと技術者向けになってくるのかなというところ。対して IT ストラテジストは技術直接何かするわけではありませんので、非技術者向けの IT 資格の最高峰というふうになるかと思います。そして知識の面ですね。知識のレベル、多少 IT の知識持っておいていただかないとですね、さすがに初めて全くのゼロからというのはちょっと難しいかもしれないんですけれども、今回の講座ですね、さまざまな過去問の分析とかもしておりますが、知識の面については IT パスポートぐらいあれば十分に対応ができるというのが IT ストラテジストの試験の内容なんですね。やっぱり幅広く様々なことを知っていて、それを業務に役立てることができるというのが IT ストラテジストですので、自分で何か作るわけではないとなれば、幅広く概要を分かっていればいいということで、IT パスポートぐらいの内容を分かっていれば大丈夫ですし、こちらのね、講座受けながら、こういったレベル感までですね、知識というのは高めていけるかなと思いますので、午前、対策というところで知識の、ね、問題も解説をいたしますので、知識レベルはそんなに高いものが必要ない、一番エントリー入門編とされる IT パスポートぐらいあればもう十分チャレンジができます。 IT パスポートほどまだ行ってない方でも、IT パスポート自体はね、すぐにちょっと勉強して取ったりすることが目指せるような資格ですので、この辺お問いになって、また並行してですね、やっていただくことも十分可能な内容になっています。そして、IT ストラテジストの魅力2つ目ですけれども、これは経営者とか管理職の方、会社の中で IT と経営っていうのを結びつける。で、それをやっていくのが IT ストラテジストですので、まさに自分事として、こういった業務に携わらなければいけない人。の、IT レベルの証明にはもう最適ですし、経営者の方であったとしても、自分のところでどう IT を活用するのか、それによって売上を上げたり効率を良くしたり、これを自分自身でやっていけるというところで、IT レベルを証明する、また外の、ベンダーさんと付き合うにしても、この人ちゃんと分かってるんだなというのが
確認できますので、お互い深い話がね、できると思います。細かい技術が必要でない立場の方、ね、まあ、実際にこう、細かいね、話をする、作業をするというレベルじゃないよという方に向いている、情報処理技術者試験の区分なんですね。まあ、他の区分は実際にこう自分でやる、まあ、まさに技術者に向いているような区分が割と多いんですけれども、IT ストラテジストに関しては、そうじゃないよと。そういうところの立場じゃない。別に私自身は作らないという人たちにむしろ非常に役立つ内容ということになっています。学習するとね、わかるんですけれども、こんなに IT そのもののことをそんなやらないのかというふうに思うぐらいですね。まあ、全体の4分の1ぐらいですかね、直接ね、IT に関わる分野というのは、4分の3ぐらいはですね、あまり直接 IT にはそんなに関わらない。でも、それを元に IT を使っていくということになるので、IT を使う以前の経営とか、会社とか、会社の仕事の流れとか、そういったところが非常にですね、大事。ね、そういったところに携わっている方、とてもまあ向いているということになります。で、3つ目といたしまして、まあ、先ほどもご説明しました、診断士試験とのシナジーがね、結構ありますので、診断士の受講者の方、これから受験する方、合格者の方のお仕事の幅を広げる、というためにも、まあ、とっても役に立つ試験というふうに思っております。まあ、IT コンサル的な業務に就くのであればですね、やはりその診断士だと、まあね、どうしても幅が広くなってしまいます。どんなことできるんですかというところをよりですね、強調する、しっかりと分かってもらうために、IT ストラテジストですと言えばですね、これはかなりのですね、あ、IT にも詳しい診断士なんですね、と。こういうのはしっかりとアピールね、できると思いますので、まあ、そういった要素として使っていただけると思っています。そして、今回ですね、新規にリリースをいたします。IT ストラテジスト合格講座、こちらの特徴をご案内いたします。私自身がですね、まあ、IT または資格のスペシャリストですので、まあ、20年以上もう IT にね、従事しています。情報処理技術者試験、大学生の時に受け始めたんで、もう四半世紀25年ぐらい受けてるんじゃないかなと思いますけれども、試験の実施団体である IPA、独立行政法人情報処理推進機構で、私自身がセキュリティプレゼンターというのも務めていますので、IP、だからといって試験の内容を、ね、知ってるということはないですけれども、IPA というものを、かなり理解しているというふうに自分なりには思っておりますので、私がしっかりとですね、講義をさせていただきます。そして、資格ソムリエでもある私ですので、合格するために必要な知識、そしてノウハウ、テクニックですね。これをわかりやすく解説しています。従来の IT ストラテジストの講座というのはもちろんですね、IT 系の資格のかなりね、最高峰と言われるものを意識していますので、難しくね、書いてしまっているものが多いかなというふうに思っていました。そこで今回の中身については、私がですね、もう最初からですね、一から作った、中身、レジュメになっていますので、既存のアプローチとはだいぶ違う、ポイントを絞ってですね、お伝えをしていきます。出題頻度の高い分野、分析しておりますので、そして重要論点に絞って、で、やり方、もう午後なんかは、様々な、ね、問題が出るんですけれども、記述式、論述式、それぞれ、この流れでやれば、この順番でやれば、解けちゃいますよ、という、その流れなんかをご説明しています。午前についても、出題頻度の高い分野、分析をしておりまして、過去10年分のですね、問題、見た結果で、この部分だけ、このスライドに出てくるですね、内容だけ勉強していただければ、もう十分それで合格できちゃうというところ、重要論点に絞って解説をしています。独学よりも非常にですね、効率的に学習していただける内容です。効率をね、随所に意識をしておりますので、暗記っていうのはあまりですね、他の区分についても、もうどんな試験でもですね、私申し上げるんですが、暗記はあまり意味がないです。理解。しっかりと理解をすることで、どんな問題が来ても大丈夫という状態が作れます。複雑なテーマについても、具体的に、ね、想像していただけるように、具体例を用いて理解を促しますというところです。で、難しい問題でもですね、もう一人で、それに対抗できるようにという力をね、養うというところを意識をしておりますので、たくさんのね、量を
すごくたくさんの分厚いね、本とかにしちゃって、とりあえずどっかに書いてある、もう内容難しいところまでたくさん書いてあるというのだと、消化しきれないと思いますので、量についてはもう必要なところだけ。ただそれをしっかりと繰り返しやることによって、自分なりにですね、自分の中にこう型を身につけていただいて、どんな問題出てきても大丈夫というところで最短でですね、合格できるような内容です。学習しやすい動画講義形式の通信講座となっています。1ユニット30分ほどでですね、まあ、短く区切っていますので、忙しい方でも受講しやすい形式となっています。まあ、スマートフォン、PC、タブレット、様々なですね、端末で受講できますので、ご自身のペースで隙間時間などで受講をしてみてください。はい、まとめといたしまして、IT ストラテジスト、少しですね、まあ、難しい試験というふうなね、イメージあるかもしれないんですけれども、要点つかめば、もう確実にですね、合格できるという試験です。で、合格への最短ルートを私からですね、オリジナルの中身でレクチャーをいたしております。そして、オリジナルのプロセスですね、まあ、最短のルートの中でも特に午後については、午後1の記述式、午後2は2000字の論述をします。それをもう簡単にですね、もう2000字書けないよと今思っている方もですね、2000字、もう文字足りない、むしろもう書けすぎちゃって、むしろ時間の方が足りないわと、いくらでも書いちゃうわというふうになります。オリジナルのプロセスで超効率的というところ、まあ、今回のね、講座のポイントになっておりますので、ぜひ、ご検討いただければというふうに思います。はい、以上、IT ストラテジスト試験合格講座担当講師、レック専任講師、林でございました。ぜひですね、IT ストラテジストを検討してみてください。よろしくお願いいたします。